私が、うん、ツイッターで言って結構ねすごいあの拡散しましたけども今私これ言い始めたんじゃなくて1年前から言ってるんですよもうね1人100万円ずつ食われと全国民にね、うん、そのぐらいのことをしないとダメだってずっと昔から昔っていうか去年から言ってるんですねこれすれば GoTo もいらなければ給付金も何もいらないんですよ雇用調整助成金もいらないんですよ 1>, ああもう1本でいいです。はい、100万円を1億2000万に配る、はい。120兆円です。大した金額じゃないですよ、はいえー。それすればね、例えば5人家族だったら500万ですよ。3人家族だったら300万ですよ。そ,うそこで貯蓄に回ったらどうするんだとか言うからだったらもう使用期限1年決めとけばいいですよ。日本ね、普通の日本円配っちゃったら区別がつかないから政府発行紙幣、これをね、えー、100万円ずつ配ればいいんです。 えー、政府発行紙幣だったら国会の決議いらないからね閣議決定だけで出せるんですから、えー、だって政府が保障したね政府発行紙幣ですからでもこれ閣議決定だけで120兆円出せますからね、えー、財源もいりませんはいあとそれからね X ゴールドとかは買えないようにしないとね だから、換金性の高いものだったら、みんな事実上の貯蓄になっちゃうから、だから、あの、あのー、1年で価値なくなります。えー、それから、あの、換気性の高いものね、商品券とか、大、あの、えっ、ー、と、金とか、そういうものには変えられないということにして、あと株買ったりとかそういうのもなしね。はい。えー、だから、使えないものは、そこ、決め、決めておいて、1年以内に使い切ると。はい。 そしたらこれバイオリン買うとかね車買うとかいろいろ言ってるじゃないですかえうち3人でこれ三百300万どうするって何使おうかなるじゃないですか景気がこんなになって今日本人不安なんですよただでさえ国際情勢が混沌としていてコロナでね仕事を失った人もいるどうすんのってなってるわけですよそして10万円ぐらいい来たところででででねどうにかななるものでもなんでものんですよそこでね一人100万ずつ配ったらみんなどう思うかですよねえー もう日本政府はねね日本人を見捨てないと、ねえー、必ず日本人をね守ってみせるんだっていうねそういう気迫をねしっかりと示すことができますよね。で120兆円大したもんじゃだってこれまでどんだけ何コロナ対策使ってんですか、ねうん、そんなのを、ね、あっちこっちに、ね、助成金だとか何補助金だとか色々、えー、と出してますけどどれも聞いたか聞かないかよくわかんないですよね。えー あったらもう120兆円。でこれだって必ず返ってきますからで景気は気ですからね、はい。100万円ずつ1億2000万に配ったらいいですか120兆円って言いましたよね。ということは1年以内に全部使うわけですよ旅行に行ったり車買ったりそういうのを使うわけですよね。そうすると何が起きるかというと強制的にに GDP120 兆円上積みになるんですよはい <laughs> そうすればですね、えー、元の GDP よりもっと高いところまでいきますからね。はい そして企業も潤って税金を払ってくれるしそもそも120兆円使った時点で消費税 10%12 兆円は速攻返ってくるわけですから、はい、ですからこの120兆円だからね家族で300万円もらったら、まあ、300万使う人もいるかもしれないけども300万もらったら400万の車買う人もいるでしょうよ。 やっぱり消費を刺激すするることになるんですよねえ旅行する人もいるでそしたらこのお金を何に使おうかってすごく明るいですよねえ車買うとかえじゃあ旅行しようよとかそういう会話になることがものすごくね国民のエネルギーが高まるんですよねそのぐらいのことをやんなきゃ、はい、そうすれば他の助成金一切いらないんですよ。そそれこそ平等ですよね だから例えば GoTo やったらさじゃあレストランはどうなんだとかじゃあ GoTo トラベルじゃなくて GoTo レストランやりましたじゃあスポーツジムはどうなんだとかね言い始めたらもうもうもうめちゃくちゃですよねええー、でみんな困ってるわけだからねやっぱドーンと金配るぐらいそこで私がツイッターでも言ったんですけどもまあ政府紙幣を出すだけだからまあ5万円札とか10万円札でいいんじゃないかなと思うんですよねええー、は 聖徳太子で行こうと <laughs> ほら福沢諭吉が今度渋沢栄一に買っちゃいますからやっぱ聖徳太子でねえこれはもう有効期限書いてあってそれその日までに使わないともう価値がなくなると、はい、いうわけですね、はい。お釣り出ないっていう仕組みでもいいですけどねまあお釣り出してもいいけどそうするとね元気になっちゃうからねまあお釣り出ないでいいんじゃない そううするともうほらあの、ね、100円ショップじゃなくて5万円ショップとか10万円ショップなんなら100万円ショップとかね全部どれも100万円みたいな <laughs> 5万円券だったら多分5万円ショップ出るだろうねじゃあこのね100万円をどう使うかっていうのはこれものすごいこれね楽しいと思いますよこれはね。日本国民全員に等しく100万 いやこれすごいバカなこと言ってるようにね一見思われるかもしれません財源いらない閣議決定だけで,できるんですよものすごい効果ですよねええー、そのぐらいのことやんなきゃ何18歳以下に10万円で <laughs> それしょぼすぎて金をどぶに捨てるようなもんよそうでしょやばいよねそうだからね 全員100万配るのようなことをすればだからさらにね子供一人生まれたら1,000万もセットでやればいいですよまあそうしたらもう国のなんか急に明るくなりますよねえいいでしょうこのプランねずっといいと思うんだよねなんでできないかっていうと簡単ですよ財務省が反対するんですよ岸田さんやってくんないかなそしたらね歴史に名を残す名総理になりますよね えー、岸田財政という言葉が多分できるでしょうね。えー、武田つにチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。えー、本家武田つにチャンネルでは毎週木曜日夜8時、えー、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、分かりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。